バイトをしながら俳優の養成所に通いながらエキストラさんをこうやりながらっていうまだ12年前ぐらいの頃にあに水嶋監督の,あのすみません、これ本当に僕の人生に関わることなんであのこのアニメーションの前で違うアニメの話をするのはあれなんですけど「ガンダム00」という作品に出会いましてあのまああののま主人公が本当に戦いの中であの 戦うって本当に大,あの大事なのかっていうことをこう向き合いながらあの本当にこう戦って生きて未来を切り開いていくあのアニメがありましてあのそれに本当に、まあ、あの上京してあの東京に来て1人でこれから戦っていかなきゃいけないんだっていうあの力をですねなんかもう魂から燃え上がるような,なんかパワーを。 あの水嶋監督の「ガンダムダブル」にいただきましてでそして僕は今その水嶋監督の作品のこの場に立っているっていうだから声優さんへのリスペクトもものすごいありますしアニメーションが大好きなのでなんかもう本当に僕がここまでやってこれたのは本当に水嶋監督のおかげなんじゃないかっていうぐらいあの僕のこう魂を支えてくれてる。 それを見なかったら僕は今ここに立ってない生きていないかもしれないそんなことはないと思いますけどあの本当にここまでやってこれなかったなって思うのであの常々、今もこう生きて未来を切り開くということをあの思いながら歩んでいます。ありがとうございます。なんか いろんな人に届いてほしいなと思って、あの、まあ、結構社会的なテーマとかもきちっと盛り込んで作った。ガンダムシリーズなんですけれども、いや、本当になんだろう、あの。こんなに熱く語らせることがね。フラダンスですね。そう、フラフラダンス、しかも、僕もこの後、別のアニメの話をしようと思ってます <laughs>。はい、振ってください <laughs>。僕も、もう、あの、人生に起きて、まあ、すごい大きな出会い。で、それからかけてもらった、あの、素人られた言葉っていうのは。 あの「新世紀エヴァンゲリオン」のテレビシリーズに参加してましてでそれあの実は僕は演出をしてそのキャリア自体はまだほとんどない頃にあのたまたま、えー、もう本当にあのさんとかもあのその前に何度かお話ししたことあるみたいな中で何、まあ、て言うんですかね、まあ、ある意味大抜擢みたいな今でいうと感じで単純にやり手がいなかったっていうのもあって声かけていただいてでテレビシリーズに参加したんですけれども。 あのその時にいろいろ知り合いが共通しているっこともあって安野さんにいろんなお話をしていただいたりとかしてで、えー、アニメの監督とかってやってみたいのかいって聞かれた時にあやってみたいと思ってますまあ監督をやるんだったら全てにおいて手を出すかもう任せてあのスタッフを信用して任せるかどっちかしかないよみたいなことを言われた言葉が結構その後自分が監督をやる時に指針になった言葉ですし、まあ、その中で。 えとあのさんの姿勢とかを見ていてアニメの作り方っていう中でこれは自分にはできないって思ったことを自分なりにこう対応していくことであの今のスタイルを築き上げてきたっていうのがあるのでそういう意味では本当にあの僕も「エヴァンゲリオン」に声かけられて参加されなかったら今の自分はここに立ってないと思うのでそういういろいろなものがでそうやって僕が頑張って作った生み出したダブローにめちゃめちゃ影響を受けてる山田君がこうやって今回出ていただけたりとか。 これも本当に、あの、すごい縁だと思いますし、あの、もともとこのフラフラダンスって絆っていうテーマも含んでますから、まあ、本当に集大成、僕が今までアニメを作ってきた中の集大成、あの、今ガンダムの話が出たんで、あれなんですけど、鋼の錬金術師ってさっきも僕監督してるんですけど、あの、まあ、フラフラダンスみたいな、こんなハートウォーミングの作品を作るのかって多分、思う人も、びっくりする人もいるぐらいだと思うんですけれども、こういう、 もう本当にいろんな人のつながりが縁で、まあ、今回の作品が作れて,るっている、まあ、その出発点は実は安藤英明だったと、ええ、<laughs> 思っていただいても過言ではない、ええ、それぐらいあの背中を押された人物です。